ていけ。I'm not a stranger to the dark. Hide away, cause today we don't want your broken parts. So yeah, this is me, this is me じゃない、なんだっけ、 Greatest Showman からレバイナーフのファーストテイクにやってまいりました。すごい時代ですね。というわけでボイストレーナーのお城です。イエイ。皆さん Greatest Showman ご覧になりました？仕事さん大好きな映画すぎて、私が歌ったのは This is me って曲なんですけど、 Never Enough、 どういう曲かっていうとさ、あなたがいなければ never enough、 私が満ち足りることはない、満足することはないの。なぜならこんなね、名誉も名声も地位もこんなに多くの観客の前で歌ってスポットライトを浴びたとしても、あなたがいなければ私は never enough、 満足することはありませんっていうのを絶唱する曲なんですけど、これさ、映画内で歌ってる女優さんがね、これ女優さんが歌ってるんですけど、の歌は実は別の人、これは口パクでリップシンクで別の人が歌ってて、それを歌ってらっしゃるのがローレン・オレット。ちょっと発音難しいんですけど、もう本当に凄まじい歌声なので一緒に楽しんでいきましょう。本日の音楽のレッスンスタート参ります。もうなんかただものじゃない、ただつまいでしょ。いくよ、すごいのよ。ストップというわけでですね、ボイズを、私ボイストレーナーなんで、こうやってね、歌声気になったところでどんどん止めていくんですけれども、もうさ、なんか声の深さが半端ないとかっていうのもあるんですけれども、まず注目したいのは最初のブレス、息継ぎなんですけど、これさ、歌詞で、I'm trying to hold my breath。 私は息を止めようとしたっていう歌詞なのね。なんだけどさ、I'm trying to hold my breath。って言って、実際に歌詞の通り息を止めるという表現が入っております。聞いて。で、ここで息をするの。で、はい。で、ねえ、this way が下のレ、D3 まで出てるのね。最低音ここなの覚えててください。最高音どこまで行くんでしょうねってのも楽しみにお待ちくださいませ。これ最低音とりあえず。この瞬間終わらせたくないの。まあ、いいんですけど、さ、英語にはさ、二重母音というものがありまして、これさ、日本語との大きな違いではあるんですけど、例えば、get it louder now のさ、loud ってさ、loud って母音が変化するんですけど、その時のさ、なんかこの音色の変わり方わかる。louder now みたいな。ちょっと聞いて。getting louder now。 わかる？ loud。なんかさ、この一音の中でもこんだけ抑揚が作れるっていうのは、やっぱ英語のね、やっぱこの歌唱の魅力ではございますね。はい。柔らけですね、なんかさ、ちょっとだけさ、きしむ、こんなに柔らかい音の中にさ、きしんでる音が入ってるの分かるかな。Will share, share. エッチボイスまではいかないんだけどさ、喉きしませてんの、この柔らかい後にギュッて、こんなんかこういう欲求もあるわけ。Me, me, me って、こっから、いいってウィスパーまで抜けるわけ。で、Take my hand、 手を取ってくださいっていう歌詞なんだけどさ、でもこんなに弱々しく歌ってるわけじゃないですか。つまり手を取ってくれないのよ、この男は。この男は手を取ってくれないの。 Share this with me、 私とこれをシェアして、私のこの素晴らしいものをシェアしてくれますか。シェアしてくれないので、あなたがいなければって言ってサビに繋がりますね。なんかもうさ、もういや、もうこの抜き方、意味わかんねえだい。
will ne なんかさ、ブリってなっちゃうじゃん。will ne じゃなくてさ、will ne 魔法みたいなんだよ、このなんか、抜き方が。強くなるよ。Towers of gold These hands could hold the world But it'll never be enough これでさ Never be enough が上のラーの音なんですけど、なんかさ声がさもう豊かで太すぎてちょっと何の音出してるかは全然わかんないんですけど、ちょっと結構高い音域に踏み込みつつあります。でこの歌詞がとっても素敵なんですけど、これさアメリカで初めてのショーですって、でも大成功なわけです。もうスポットライトをたくさん浴びてます。そしてこんなさスポットライトのことを多分さ星に例えてるわけですよ。夜空からさこの星をさこうなんかたくさん全部さもう盗んできて集まってるようなこんな素敵な空間でも、Cause darling without you, あなたがいなければ We'll never be enough 私は満足できない、あなたがいなければこんなの何の意味もないのっていう、全てを手にしたけどあなただけ手にできなかった女のもう私は満足できませんっていう、そういう曲なわけですね。どっから声出てんの。はい、ちょっと注目したいのは、これ歌を歌う人に覚えておいてほしいんですけど、for me っていう歌詞なんですけど、ある程度の高さになって迫力を出そうとすると、いいじゃね、出ないんですよ。いいじゃ出ないの。for me じゃなくて、for me って言って、に近い発音で歌ってます。for me よね。For me. はい、というわけで、メーみたいな、この上のレが出てきましたので、採点覚えてますね。メーから、メーまあでも2オクターブこの時点で実はまだこれ最高音じゃありません。2オクターブこの時点で使っております。1番が終わったところで、なんでなんで、はい。そしてこの深さですよ。これさ、何やってんだろうな。多分最高は例なんですけど、おそらく。知らそうに何か足してる？レイ知らそう、なんかもうちょっと足されてる気するけどな。やわらけー、お口でいけごめんごめんごめん、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、最高音更新しました。みんなフラットまでやってもらいました。さっきより半音高くないで、なんかすごい下ったウォータースライダーみたいになった。 For me 違うな、絶対もっとやってるな。 For me For me こんな感じじゃない、上に一回登ってる音聞こえるんだよね。 For me ってただ落ちてくるじゃなくて、 For me みたいな、なんかできてる。ちょっとできてるかわかんないけど、もはやなんか多分で上に一回こう登って4段落ちてくるみたいな、自分ちょっとわかんないよ。ちょっと今抜いたの分かった、抜いたの分かった。強いところからさ、もう強弱10と5がもう、そんなーいやー、はい、上のミが出て
てきましたので、これにて地声の最高音が確定しました。下のレから上のミまでなので、まあ2オクターブが みっちり超えたところで、本当に大変な楽曲でございます。でちょっとね、姿勢を見てほしいんですよね、この方の。これさ、高い音の時にさ、後ろに行くの分かる？なんかこうやってみんな行きがちじゃん、こうやって行きがちじゃんね。なんだけどこの人さ、なーちょっと背伸びするみたいな、こっちに行くわけ、こっちじゃないわけ、分かる？こっち、これヒントになるよ、めっちゃ。はい、ちょっと待って、まだフォーミーって言っちゃダメ、まだフォーミーって言っちゃダメです。待って、これ四段攻撃かも。なー、わかる？まっすぐストレート、上がってちょっとガナリっぽくなって、リブラートが入ってで、で最後息を出して終わるという。はい、フォーミーどうぞ。本日のレッスンいかがだったでしょうか。もう何を隠そう、この私もですね、男がいなければ仕事をどんなに頑張ってようが、酒がどんなに美味しかろうが、やっぱりね、 Never be enough、 満足できないたちなので、お城さんも男探し頑張ると思ったら、チャンネル登録といいにして、また次の動画でお会いしましょう。フォン。